アイドル日本をご覧の皆様、こんにちは。白瀬ノアです。ただいま私は、DVD の撮影で宮古島に来ています。イエーイ。宮古島には本当に初めて来たんですけど、なんかすごく本当に自然豊かでめちゃくちゃ綺麗で、宮古島の中でもいろんなその場所に行ったんですけど、本当にまず海がもう本当に綺麗で、私すごく海が大好きなんですけど、めちゃめちゃ感動したのと、そこでのビーチでの撮影とかもすっごく楽しくて、あとはプールに入ったりとか、古民家のところで撮影したりとかしたんですけど、本当になんかどれが一番とか言えないぐらいめちゃめちゃいい映像になってるんじゃないかなと思うので、皆さんぜひ楽しみにしててくれたら嬉しいです。以上、白瀬ノアでした。撮影中一番楽しかったことはですね、本当にどれもすごく楽しかったんですけど、特にで言うと、あのビーチでの撮影の時に運動をしたんですけど、そこでのバットを振ったりとかいろいろとしたんですけど、いやすごく個人的にめちゃくちゃ楽しみましたね。撮影中一番大変だったことはですね、2日目の撮影が結構そのタイトで、それこそその運動した後にまたプールではしゃいだりとかしたんで、こう体力的にそのアイドルでいつもダンスとか踊ってはいるんですけど、結構はしゃぎすぎて楽しみすぎて、ちょっと体力が限界来ちゃったかなみたいなぐらいですかね。でもすごいめちゃめちゃ楽しみましたね。グラビアの撮影で、心がけていることは、でも私はそのグラビアの撮影自体が本当に初めてと言っていいぐらいで、今回のロケが本当にほぼ初めてって感じなんですけど、だからなんか普段から意識してるとかはあんまりはないといえばないんですけど、まあでもそのなんか一応ね、アイドルとして活動はしてるので、その笑顔だったりとか、でもやっぱ DVD でしか見せれない表情とかもあると思うので、その普段のアイドルらしさプラスまだ見たことのないなんか私の表情とかを見せれたらなっていう風に意識しながら今回は頑張ってました。イメージ作品で意識したことは、そうですね、まあなんか私のその普段のイメージ的にすごいこうおっとりしてるとか、こうそんなにこう何元気みたいなイメージはあんまりないかなとは思うんですけど、なんか本当今回の撮影では、そのまあ普段も私はこう皆さん結構、ね、知ってくれてると思うんですけど、またそう違った表情というか、普段見せれない部分をなんかいかにどう皆さんに楽しんでいただけるかっていうのを結構意識しましたね。好きな温泉は、私本当にその小さい頃から結構お父さんが温泉というかお風呂がすごい好きな人だったんで、一緒に連れて行ってもらうこととかが多くて、だから結構小さい頃からお風呂好きなんですけど、私は兵庫県出身なんで、兵庫県の城崎温泉はすごい大好きで毎年行ったりしてたんですけど、なんかその街並みというかその温泉街がすごく綺麗で、料理も美味しくてカニとかもすごく美味しいので、皆さんぜひ私の、出身地の兵庫県城崎温泉来てください。お待ちしております。特技、そうですね、お絵描き、これは中学生ぐらいの時が結構一番
絵を描くのがすごい好きで、当時はその当時の夢がイラストレーターになることだったので、その時はもうなんか毎日のように絵を描いてて、で授業中とかも絵を描いてて、その座ってる自分の机の端に額紙で絵描いちゃったりとか、なんかそれぐらいもうなんか何か暇があればすごい絵を描いてたんですけど、最近はあんまりその時間がなくて家でなんかじっくり描くとかはないんですけど、あのファンの方との交流の時にそのチェキっていうのを取るんですけど、そのチェキにあの落書き、お絵描きをめちゃめちゃしちゃいますね。私のチェキ見てくださったら多分わかると思うんですけど、なんか絵が半分ぐらいウサギとか描いちゃったりとか、なんかそういうところで結構お絵描きは楽しんでますかね。今回の DVD はですね、本当に普段見れない私の姿であったりとか表情であったりとか、たくさん堪能できると思いますし、私の表情以外でもその宮古島の綺麗な素敵な景色だったりとか、皆さんも自分が行ったかのような感覚になれるぐらいすごい素敵な作品になっていると思いますので、私もグラビア初挑戦で結構自分なりに頑張ったし、その思い出に残る作品になったので、皆さんぜひぜひ、楽しみにしていただけたら嬉しいなと思います。ぜひよろしくお願いします。これからも応援してください。バイバーイ。